君の脳に直接届くモンソルのプライムです。さあ、かまいたちの夜3続きをやっていくんですが、いよいよね、ニキモトさんの部屋に来てしまったと。私が思い切ってノックすると、即座にドアが勢いよく開いてニキモトさんが現れた。なんだい？ニキモトさんはぶっきらぼうに言った。私はこの時、自分がまるっきり心の準備ができていないことにようやく気がつき、あわあわと口を動かすことしかできなかった。すまないが、今カメラのメンテナンスをしてるんだ。指紋やら何やらがつくとまずいから、できれば後にしてくれないかな。三木本さんは自分の、なんだっけこれ、なんとかを指差しながら言った。ほら、そういう油気のあるものはカメラの大敵なんだよ。口元か、普通に。ん？違うか。1じゃない、A。でも、今聞いてほしいんです。それでも今伝えなくちゃいけないと思って食い下がった。B、すみません。聞いてもらえないならやめておこうと思った。で、正直さ、このさ、油っ気のあるものみたいなさ、言い方するってことは相当嫌がってるけど、でもぐいぐい行きましょう、A。でも、今聞いてほしいんです。それでも今伝えなくちゃいけないと思って食い下がった。悪いけど、こっちの都合も考えてくれるかな。ごめんね。見事に何も言い出せなかった。いや、というよりも、三木本さんが言わせなかったのだ。きっと私が何を言おうとしているのか分かって警戒しているのだろう。突然あの夜のことを思い出し、私は苦しい気持ちで部屋を離れた。あの夜のこと？あの時は二人あんなに燃え上がったのに、どうしてこんなことに？このままでは恋も友情もどちらも元に戻りそうにない。もっと頭を使ってうまく立ち回らないと。そのあの夜の回想が欲しいね。そう思いつつも、一方でもうどうだっていいやという諦めも感じ、このまま部屋に戻ってふて寝でも決め込もうかと思う。ここ半年ほど私を悩ませている不眠症の対策に睡眠薬も持ってきている。だけど、私は自問した。何のためにここへやってきたの？いつまでも逃げてていいの？いいわけがない。どうせ部屋に戻っても悶々とするだけだし、幸いポケットに食べかけのお菓子の袋が丸めて突っ込んであったので、私は少し頭を冷やして考えようと歩き回ることにした。2階のロビーに行くと敏夫さんがいた。壁に飾られていた見取り図のようなものを熱心に眺めているようだ。何してるんですか？ちょうどいい暇つぶしになりそうだと思って、私は声をかけた。たまには誰かと口を聞かないと、どんどん考えが暗い方へ向かってしまう。ああ、ちょっと時間つぶしよ。そう答えた後、珍しく敏夫さんの方から話を振ってきた。こんな見取り図があったのを知ってた。敏夫さんが壁の見取り図に目を戻したので、私も隣に立ってそれを眺める。へえ、いえ、初めて見ました。なんだかえらくバラバラに部屋を使ってるみたいだけど、あの魔法陣がどうとかって話、本気なのかな？ A、加山さんちょっと言っちゃってるんですよ。B、本気ですよ。私、加山さんの気持ちわかりますもん。同情するようにそう言った。C、本気じゃなければ何だって言うんです？敏夫さんはどう思ってるんだろう。まあ、加山さんによるかよらないかだね。まあ、普通に A ですね。加山さんちょっと言っちゃってるんですよ。本気でなければあんなにいつまでも変な声を上げてはいられないだろう。そんな言い方はないだろう。だってそうじゃないですか。呪いだの魔法陣だの、普通じゃないですよ。敏夫さんが子供をいさめるような言い方をしたので、私は平然とした素振りで嘘吹いた。俺はもしかしたら本当の理由を隠すためにあんなこと言ってるのかなって考えたんだけど、変なことを言い出す人だ。あの加山さんがそんなことができるほど頭の回る人とも思えない。私にはそんな風には見えませんでしたけど。本当の理由って例えば？わからないよ。ただ加山さんがあんなことを真面目に主張するなんて妙だなって思ったからさ。あんなことがあったんですもの。おかしくもなりますよ。私は1年前の夏美さんが死んだ時の様子を思い出した。彼女はもう帰ってこない。もう二度と。私だって、もし大切な人を失ったら。大切な人？敏夫さんがすかさず聞き返してきた。亡くしたのかい？
恵子ちゃんも真顔で尋ねてくる。いえ、あくまで例えばの話ですけどね。 B、 あ、はい、私の場合はただの失恋ですけど。まあ普通に B でいきましょうか、正直に。あ、はい、私の場合はただの失恋ですけど。思わず正直に答えてしまった。みどりさんと離れ離れになった敏夫さんなら、私の気持ちも少しは分かってくれるかもしれない。そんな思いが私の口を軽くしたのだった。こうなったら本気で敏夫さんに相談してみようか。今まで一人抱え込んできたこの思いを初めて誰かに伝えたいと思った。失恋だって？敏夫さんが眉間にシワを寄せた。その顔色がみるみる曇っていく瞬間、通じ合ったと思った気持ちの糸がプツンと切れ、私と敏夫さんの間に大きな溝がうがたれたのが分かった。気にしないでください。これは私の問題だし、もうほとんど諦めてるし。とっさに出た言葉が火に油を注いだようだった。諦める？なんでそんなに簡単に諦めるんだ。あれ、修造かな。何のためにわざわざこんなところまで来たんだ。死んじまったわけでもなければ、刑務所に入ってるわけでもない。今目の前に相手がいるんだろう。まだやり直せる。全然やり直せるんだよ。怒っているのか励ましているのか、敏夫さんは尻滅裂だった。行こう。私の腕をぐいっと引っ張って廊下を進んでいく敏夫さん。ドアの前で立ち止まり、乱暴にノックすると、三木本さんが顔を出した。どうして彼女の気持ちを分かってやれないんだ。彼女がどれほど苦しんでいるのか、お前は分かっているのか。男のお前が中途半端な態度をとっているから、彼女が辛い思いをするんだ。好きなら好き、嫌いなら嫌いだとはっきり言ってやったらどうなんだ。敏夫さんの剣幕に、三木本さんは完全に気をされている様子だった。まあいきなり違う男がそんなこと言ってきたらね、びっくりするよね。俺は、三木本さんはしばらく口をパクパクさせていたけれど、やがて目から涙をこぼし言った。俺は育児なしなんだ。たまたま転がり込んできた加奈子のこともあって、なかなか本心を切り出すチャンスをつかめなかった。恵子ちゃんの気持ちはうすうすとは分かっていたし、ずっと気にはなっていたって本人を隣にして言うことかね。正直に言おう。俺が本当に愛しているのは、君なんだ、恵子ちゃん。いや、この流れバッドエンドだな、絶対。そんなわけないもん。恵子ちゃんには申し訳ないけど、絶対バッドエンドだよこれ。よし。敏夫さんがガッツポーズを決めた。よかったね。万歳万歳。夜の鳩場からゆっくりと発進するクルーザーに向かって敏夫さんたちが手を振っていた。操縦席から三木本さんが爽やかな笑顔で手を振り返す。私は未だに自分の身に起こったことを信じられずにいた。これって現実なのかしら。三木本さんから贈られた初めてのプレゼントはクルーザーでの世界一周旅行だった。終わり。でもハッピーエンドなんじゃないですかね、これ。終わりって言ってるけど、噛んでもいいんじゃないですか、恵子ちゃんからしたらね。恵子ちゃんにとっての噛エンドは絶対こっちでしょ。はい。というわけで選択肢間違えたのでね、ちょっと戻りますね。はい、というわけでね、戻ってきました。まぁ、ちょっとね、自分の素をやっぱ出したら良くないっていうこともやっぱ人生では多いですから、A でいきますね。あ、いえ、あくまで例えばの話ですけどね。失敗したと思いつつ、敏夫さんの顔を伺うと、同情するような目で私を見ていた。食べます？え？私は話題を そらしたくて、手に持っていたスナック菓子を敏夫さんの方に差し出した。悪いね。あんまり食事が喉を通らなかったんで、小腹が空いちゃって。私たちはお菓子をつまみながら、取り留めもない雑談をしていた。普段なら親しくもない男の人と、こんな風に雑談をするなんてことはないのだけれど、今は同情が私の緊張をほぐしてくれていた。と、階段を上がってくる足音が聞こえ、そちらを見るとトールさんが登ってきたところだった。敏夫さんの話は支離滅裂で、いい加減退屈していたところだったので少しホッとする。宝探しは終わったんですか？私はトールさんに尋ねた。え？ああ、
加山さんが祈祷の時間だっていうから途中で切り上げることになったんだ。だからもしかしてあの鍵のことかい？敏夫さんが話しかけても徹さんは怪訝そうな目で見返すばかりで答えない。ねえ徹くん。ええ、そうですけど。加山さんは部屋にいるはずですけど。そうか、ありがとう。敏夫さんはさっさと1階に降りてしまった。また話しにくい男と二人きりになってしまった。マリー見なかった？この人はこの人でいつもマリマリだ。 A、 さあ見てませんけど、私は正直に言った。 B、 部屋に行ったような気がしますけど、私は適当なことを言ってやった。まあ普通に A でいいですね。 A、 さあ見てませんけど、私は正直に言った。敏夫さん話してなかった？そのマリのこと。はあ？いきなり何を言い出すんだ。いえ、別に。そう、何話してたの敏夫さんと。何でもいいじゃない。本当にこの人は他人の詮索をするのが大好きだ。別に普通の世間話ですけど。そう、ありがとう。徹さんは廊下を東の方へ向かって大股で歩いていった。まったく訳がわからない。一人残された私は椅子に座りながら三日月館の見取り図を眺めるでもなく眺めていた。まあなんかぼーっと見てたってことだね。徹さんがロビーへ戻ってきた。表情が暗い。マリちゃんと喧嘩でもしたのかしら。わかりやすすぎるだろ徹。あれ？徹さんは私に一別しただけでロビーを通り抜け西側の廊下へと歩いていく。どこに行くんだろう。しばらくして徹さんが春子さんを連れ立ってやってきた。徹さんは春子さんに会いに行ったのかしら。もしかして徹さんは。A、マリちゃんに振られたんだろうか。B、豊島好みなのだろうか。C、女の人なら誰でもいいのか。まあ普通に A かな。マリちゃんに振られたんだろうか。落ち込んだ表情から察するに、ほぼ間違いないと思う。だとしても、振られてすぐに春子さんに乗り換えるのはいかがなものだろうか。だいぶタイプ違うけどね。春子さんも一体どういうつもりなんだろう。恵子さんも冷たいお茶か何かどうですか？あ、私は。春子さんがあまりにも屈託なく話しかけてきたので、私は帰ってうろたえてしまう。挙句につい関係ないことまで口走ってしまった。ええ。私の鍵ってどこの部屋にでも入れるんですよね。B、岸猿家の財宝って本当にあると思いますか？ C、カナッペとケーキどっちが好きですか？まあなんか本筋に関係ありそうなのはやっぱ A だよね。私の鍵ってどこの部屋にも入れるんですよね。え？春子さんは一瞬怖いくらい真剣な表情になった。春子さんでも俺まだちょっと怪しんでるから。しかしすぐにいつもの通り、穏やかな表情に戻った。どうして？マスターキーだからそのはずよ。あ、そうですよね。ちょっと確認したくて。と、そこへ1階から敏夫さんが上がってきた。あ、春子さん。加山さん、自分の部屋にいないみたいなんです。どこに行ったかご存知ないですか？さあ。祈祷すると言ってましたから、部屋にいるはずですよ。絶対やらなきゃいけないんだと言ってましたし。祈祷の声聞こえませんか？徹さんが口を挟んだ。少なくとも今は静かだ。ノックをしても返事はないし。中は覗いてみました？いや、一応試したけど鍵がかかってた。全員がしばし沈黙する。その顔のどれも不安の色が浮かんでいる。まさかね。私はそうつぶやきながらも悪い予感が的中しているような気がしてならなかった。加山さんは本当に死んでいるかもしれない。そうだ、恵子ちゃんさっき鍵を借りたよね、マスターキー。徹さんが何かを思い出したように言った。あ、はい。私が答えると、徹さんは敏夫さんたちに向き直って言った。あれで開けてみたらどうでしょう。でも単に疲れて眠ってしまっただけかも。そこまでしなくても。もしかすると部屋で火でも焚いてて一酸化炭素中毒になってるかもしれないし、単に寝てるだけだったらそっとまた閉めておけばいいじゃないか。徹さんの意見に敏夫さんも同調した。開けよう。
別に起こしちゃったってあの人は怒らないでしょ。ね、ハルコさん。私見に行ってきます。皆さんも一緒に。いいでしょうか。どうだ、ケイコちゃん。そうですね。私たちは急いで加山さんの部屋へ向かった。来た。ケイコちゃん、歩くの遅いな。三木本が。怪しいね。敏夫さんがドアをノックして呼びかける。加山さん、加山さん、いるんですか？入りますよ。しばらく待っても返事はない。ケイコちゃん、鍵を。私がポケットから鍵を取り出して渡すと、トールさんが鍵穴に差し込んだ。あれ？トールさんは何度も鍵を抜き差しして、右に左に回そうとしていた。鍵が違うのではないかとでも思ったのか、とでも思ったのか、プラスチックのタグを見直したりしている。でも、そこにはマスターと綺麗にレタリングされているのだ。ここの部屋はマスターキーでも開かないようになってるのかもしれませんね。春子さんが言った。まさか。管理人室のドアがマスターキーで開かないなんて話は聞いたことがない。でもなんかここまで他の話も含めてみて、なんかこの時のマスターキーのタグがあったやつと後半のマスターキーのタグが入ってたやつなんか違うんじゃないかともちょっと思ってる部分がある。後半検証してさ、マスターキーってことがわかるんだけど、ね。A、ドアの鍵穴が壊れているからとか、B、マスターキーの鍵穴が潰れているからとか、C、これはそもそもマスターキーじゃないからとか。いや、むしろ、あともう一つ考えられるのが、内側で鍵の部分手で持ってたらさすがに回んないよね。ね。って考えたら、その選択肢はないので。ドアの鍵穴が壊れている。マスターキーの鍵山が潰れている。それは多分ないんだよね。これはそもそもマスターキーじゃないからとか、やっぱこっちなんだよな。疑うべきは C。これはそもそもマスターキーじゃないからとか。でもそうしたら、私がこの鍵を使って自分の部屋に入れたことの説明がつかなくなる。私の部屋の鍵は確かになくしてしまったんだから、マスターキー以外で開けることはできないはずなんだもの。なるほど。管理人数は別ってことですか。敏夫さんが素直に納得して、再びドアを強く叩き、声を張り上げた。加山さん、加山さん、いるんですか？いたら返事してください。しばらく耳を澄ませて返事を待ってみたけれど、やっぱり何も聞こえなかった。ドアを破ろう。敏夫さんの言葉に誰も反対しなかった。何かがおかしい。みんなそう思っていたのだろう。体当たりするためにドアから距離を取った敏夫さんに、トールさんが言った。スライドショーじゃないからそんなんじゃ無理ですよ。物置に斧か何かあったんじゃなかったかな。探してきます。敏夫さんが言って走り去る。敏夫さんはその間も、加山さんの名前を何度も呼びかけたり、ドアに耳をつけて中の音を聞こうとしたりしていた。こんなのしかなかったけど、トールさんがツルハシを持って戻ってきた。敏夫さんは黙って受け取り、みんなを下がらせる。敏夫さんはドアノブの近くにツルハシを叩きつけた。二度三度と叩きつけると、板がボロボロになり、手を突っ込むことができそうになった。敏夫さんがドアに開いた穴に慎重に手を差し入れた。カチリ、と小さな音がして、ドアが開いた。敏夫さんが真っ先に部屋の中へ入っていった。私たちも続いて入る。襖の隙間からゆらゆらと光が揺らめいているのがわかる。敏夫さんと徹さんが襖に手をかけ、襖を引き開けた。私は目の前の光景を見て息を詰まらせ、手に持っていたお菓子の袋を落としてしまった。加山さんが畳の上に横たわっていた。髪の寂しい後頭部から赤黒いものが流れ出している。春子さんが小さく悲鳴を上げる。トールさんが加山さんに駆け寄って揺さぶり、声をかける。加山さん、加山さん。トールさんが名前を呼んだけれど、反応はなかった。加山さん。トールさんは呼び続けながら、首に手を当てて脈を確かめているようだ。どうなんだ？
敏夫さんが震える声で尋ねた。死んでるみたいです。ああ、こんなことになってしまうのね。何この BGM。 私は加山さんの死体を眺めながら、自分でも驚くほど冷静に思考を働かせていた。これから朝まで慌ただしく時間が過ぎていくだろう。私が来た目的はもう果たせないに違いない。話し合ってなんかいられる状況じゃない。やり方を変えなければ。このどさくさの状況でも通用する、告白よりももっと効果的なやり方を。春子さんはトールさんを押しのけると加山さんの体を揺さぶった。嘘、嘘でしょ。あなた、あなた、急に喜劇みたいになってるけど。加山さんにすがりついて泣きわめく春子さんを見ても、現実感があまりに感じられなかった。こう言うと失礼だけれど、なんだかテレビドラマを見ているような気分だった。とにかく警察を。トールさんが冷静に場を仕切る。敏夫さんはうなずいて部屋の電話を取り上げた。ん？あれ？おかしいな。どうしたんですか？何も音がしない。どこかで切れてるみたいだ。トールさんが机の下に潜って電話線を調べる。ある程度予想はしていたけれど、案の定電話線が切られていた。敏夫さんは携帯電話を取り出し、ボタンを押して耳に当てた。ダメだ、圏外だ。ここでは繋がらないんだろう。確か丘の上まで行けば携帯が使えるって。敏夫さんが言っていたことを思い出し、私は言った。そういえば加山さんがそんなこと言ってましたね。警察へは俺が電話してくるから、トール君はこのことをみんなに知らせてくれないか。できれば俺が戻ってくるまで応接室かどこかでみんなと一緒にいてほしい。わかりました。トールさんと敏夫さんの二人は部屋の外へ飛び出していった。懐中電灯が置きっぱなしになっている。敏夫さんは明かりも持たずにどうやって丘の上まで行くつもりなのかしら。何この空気。逆に怖いよね、なんかね。放心している春子さんを連れてロビーへ行くと、ちょうどトールさんがマリちゃんと三木本さん、それに青ざめた表情のかな子を連れて降りてきたところだった。ずいぶん早かったですね。警察はすぐに来てくれそうですか。トールさんの問いかけに敏夫さんは首を横に振った。いや、まだ警察には連絡していない。玄関が開かないんだ。何度も試してみたんだが。玄関が開かない？驚いた様子でトールさんが言う。加山さんが鍵をかけたんじゃないか。三木本さんが鍵を確かめ扉を開けようとした。おかしいな、鍵はかかってないし。もしかしたら加山さんを殺した犯人が外から細工したのかもしれないな。敏夫さんの不用意な一言にマリちゃんが反応する。殺したって、加山さん誰かに殺されたんですか？断定はできないんだが、倒れていた加山さんの傍らに血みたいなものがついた灰皿が落ちていたんだ。敏夫さんは曖昧に言おうとしたみたいだけど、それだけで十分みんなには伝わっていた。ロビーが静まり返る。かな子の顔からは血の気が引き、わなわなと震えていた。しばらくしてトールさんが言った。2階の窓から出られないでしょうか。玄関が開かない以上、この館の外に出られるのは確かそこだけです。トールさんの提案に敏夫さんは首を横に振る。それはやめた方がいい。覚えてるだろ、あの窓の下には剣山がある。暗い中あの窓から出るのは自殺行為だそうなんだよね。手を滑らせたらそれこそ命がない。そうですよね。トールさんはがっかりした表情で言った。だからこの島になんか来たくなかったのよ。突然かな子がヒステリックに叫んだ。なんでまたこんなことに関わらなくちゃならないの。もういや、死んだとか殺されたとか、私はもうごめんだわ。かな子は階段を駆け上がっていく。かな子。三木本さんがその後を追う。私も追いかけようと一歩踏み出した。おい、ちょっと待てよ。すぐ横で敏夫さんが不意に大声を張り上げた。私は A、 敏夫さんの言葉を無視して二人を追いかけた。 B、 敏夫さんの怒鳴り声に躊躇し足を止めた。追いかけてみようか。私は敏夫さんの言葉を無視して二人を追いかけた。三木本さんはかな子の部屋の前にいた。息も切れ切れに三木本さんに追いつくと、
ちょうどかな子がドアから顔を出したところだった。少し中で話してもいいかな。三木本さんが言うと、かな子はちらっと私を見て、また三木本さんに視線を戻した。じっと黙ったまま、三木本さんを見返している。三木本さんが申し訳なさそうに私の方を向いて言った。すまないが、わかっている。二人にしてくれ、ということだろう。すぐにみんなのところへ戻るよ。恵子ちゃんは先に戻っててくれないか。じゃあ、気をつけてください。ああ、恵子ちゃんも。シュン。廊下を歩き、ロビーの近くまで来たとき、ようやく後ろでドアの閉まる音が聞こえた。私が歩いていくのをずっと見守っていてくれたのか、それとも立ち聞きされたくなくて、私が十分離れるのを見届けようとしたのか。ええ、ここはおとなしく引き下がろう。B、やっぱり二人にはさせられない。いや、稽古頑張れの気持ちはあるので、ちょっと B にしていいですかね。B。やっぱり二人きりにはさせられない。精神的に弱ったかな子は、三木本さんも、を、もう話そうとしないかもしれない。そうしたら、私は何のためにここに来たのかわからなくなってしまう。なんとかして二人を引き離さなければ。あれこれ試案してみるけれど、何も思いつかない。壁にかかったお礼を見る、お札を見ると、見るともなく見ながら、一つの呪文が恋のおまじないであればいいのに、と思ってしまう。ん？私はかな子の部屋をノックした。ドアが少し開いて、三木本さんが顔を出してきた。なんだい？クイズ番組の司会者が正解を発表するときのように、私はたっぷりと間を取ってから言った。なんでだよ。この館から出られる方法を見つけました。え？これ絶対バッドエンドや。三木本さんは半信半疑だったけど、悠然と一階へ歩き出すと、かな子を連れてついてきた。 まだ全員が玄関の前にいた。俊夫さんが無言で私たちを威圧してきたが、私はそれに気づかないふりをして、何事もなかったかのように前に混ざった。いや、ちょっとバッドエンドの可能性すごい高いと思うんですけど、ちょっとまだわからないんでね、一旦ここで時間的にちょうどいいので切ろうと思います。というわけでまた次、あれですね、すごいなんかこの後がすごい気になるんですよね。この後のこれまでのトールとか敏夫の流れ、あ、でも今いけスクロールできないね。まあ、ちょっと多分いろいろ選択肢で変わってるからかもしれないですけど、なんだっけ、水に流されたりみたいな時に、でその後結局恵子ちゃんはこう首吊ってたっていうくだりがあったじゃないですか。これまでそこがどうなってるのかだよね。はい、というわけで、次ね、ここからの展開楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、この動画楽しいと思ってくれたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、プライムでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。